山本院博士は、日本の実業家。インフォコム株式会社代表取締役社長や、定人株式会社代表取締役副社長、最高財務責任者を務めた。福井県出身。1975年神戸大学法学部卒業、定人入社。2008年インフォコム取締役。2010年インフォコム専務取締役。 2011年インフォコム代表取締役社長、定人グループ執行役員。2014年定人グループ常務執行役員、CFO。2015年定人取締役常務執行役員、CFO。2016年定人取締役専務執行役員、CFO。2017年定人代表取締役副社長、執行役員 CFO 経理。 財務干渉権情報戦略干渉。2020年定人取締役。愛読書は、宮城谷正光の歴史小説。新社長登場、インフォコム、山本イン士氏、新事業や、M&A 積極化日刊工業新聞2011年5月17日5時、インフォコム社長に、山本市日本経済新聞2011年2月23日付。 2017年度第152期優化証券報告書定人人事組織定人宣言2020年2月6日6時16分更新システム司会者利用部門システム部門の一体感を高める定人山本院広志グループ志向役員日経情報ストラテジー2013.0401ありがとうございます